第二次世界大戦太平洋戦争日本本土の戦い日本本土空襲と空襲富士基町にある小魂一つ空襲は第二次世界大戦中の1 9 4五年八月十一日に佐賀県宮城郡鳥栖町田代町を襲ったアメリカ軍による空襲である鳥栖町田代町には長崎本線の起点で鹿児島本線と接続する鳥栖駅があり駅には 車両基地である、トス機関区と変電設備である、トス電力区を併設する、北部九州の鉄道網の一大拠点だった。また、町には、宮城製薬をはじめとする田代売薬を起源に持つ、製薬会社が複数あったほか、周辺の農家の副業だった、養産業をもとにした、片倉製紙工場や、二毛作の小麦を加工する、日清製粉トス工場といった、 大工場も集まっていた。これらは軍需物資を製造するのみならず、日清製粉のように火薬の原料の倉庫に用いられるなど、戦略物資の貯蔵施設として用いられていた。1945年6月に沖縄戦が終結した翌月の7月以降、沖縄から飛来したアメリカ軍機が都ス駅周辺を機銃装者するようになり、 8月11日の大規模な空襲を迎えた。8月11日10時30分、A-26 攻撃機32機が、都市駅の南西と南東の2方向から飛来し、鉄道施設や火災倉庫、高舎法陣地がある、東町と今泉町の一部、藤木町を爆撃した。10時40分には、B-25 爆撃機48機が、都市駅の西から飛来し、 日清製粉都市工場がある、曽根崎町を爆撃した。さらに11時20分までに、別の爆撃機が本都市町と長吉町を爆撃した。3波の爆撃がなされ、都市駅周辺は甚大な被害を受けた。空襲には、焼夷弾ではなく爆弾が用いられたが、目標を外れた爆弾が住宅街にも降り注ぎ、民家にも多数の被害を出した。 理災人口は3200人、死者は119名を数えた。死因のほとんどが爆弾の直撃による爆死や爆風により、防空壕ごと押しつぶされた足で、鳥栖電力区では配電室で作業中だった職員6人と学徒動員の女学生7人が退避した防空壕に500ポンド爆弾が直撃し、13人全員が犠牲となった。駅舎に、 大きな被害はなかったものの、爆弾のクレーターが巨大な爆弾地となった。駅周辺の民家36個が全壊したが、終戦後の混乱などにより、被害状況の詳細は分かっていない。終戦後の1945年12月11日、犠牲者を出した防空壕があった藤木町に、日本国有鉄道の突電力区の職員と文字、鉄道管理局管内で集められた。 義援金による小魂石文が混流された。毎年8月11日に、都市電力区による慰霊祭が行われており、国鉄民営化後は JR 九州に引き継がれて開催されている。ABCD 総務省一般戦再始没者の追悼、都市電力区線没者慰霊式。総務省。2021年7月21日閲覧。ABCDE 注意例続ける、コロナ禍でも、あの日を忘れない戦後75年、企画、連載、佐賀、地域、読売新聞オンライン。読売新聞オンライン。2021年7月21日閲覧。ABCDEFGHIJ、トス空襲を忘れない。トス市役所、広報トス、令和2年9月号、P2、2021年7月24日閲覧。 佐賀トス空襲の8月11日に戦争体験を語るつどい。朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2021年2月15日閲覧。AB、トス空襲 www.asahi-net.or.jp。2021年2月15日閲覧。トス空襲なぜ狙われた終戦直前に3波の攻撃。 死者119人戦火たどる。西日本新聞ニュース。2021年2月15日閲覧。ありがとうございます。